皆さんこんにちは。今回からシリーズで中国ミニ講義を行います。今回の担当は姫路獨協大学人間社会学部の奥田です。第1回目は中国語とはについてお話しいたします。日本語で中国語と言いますが、中国では普通話と書いて普通話と発音します。または漢語と書いて漢語と言います。これは標準語の意味です。台湾地域では国語と書いて国語、シンガポールでは華語と書いて華語と発音します。それぞれ呼び方が異なりますけれども、語彙や発音にやや違いが見られますが、お互い十分に意思を伝えることができます。さて、現在中国には 94% を占める漢民族と55の少数民族を含めて約14億1000万人、これは2018年の府の統計なんですけれども、人々が生活をしています。中国はいわゆるアメリカと同じように多民族国家なのです。そこではさまざまな言語が話されていますので、お互いそれぞれの言葉では話が通じません。そのような状況ですので、プートンフォア、あまねく通じる言葉という意味を持った標準語が制定されたのです。漢語、漢語という言い方は漢民族が話す言語のことで、日本語の中国語の意味でも使われることがありますが、厳密な言語的分類では漢語、漢語はいくつかの方言からなります。例えば広東語や上海語、また北京語など、合計で7大方言、8大方言と言われるように方言がたくさんあります。かは一つ超えても、そこではまた細かい方言に分かれるわけです。また中文というのは中国語で書かれた文章のことを言います。現在欧米の大学や日本の大学、高校で学ばれている中国語というのは、特に断りのない限り、プートン語はすなわち標準語のことなのです。皆さんが標準語の読み、聞く、話す、聞くという四技能を身につければ、中国のみならず世界の中国人、中国人以外のプートン語が話せる外国人と交流ができます。そうすれば皆さんの視野がぐっと広がります。またプートンフォアは世界最大の母語話者人口を有することから、国際連合における公用語の一つでもあります。私たちの日常生活の中にも、すでに皆さんが外来語としてあまり意識していない中国語が実はたくさんあります。例えば中華料理のお店に行ってメニューを見ますと、ラーメン、これは中国語ではラーミエンというんですけれども、ラーミエン、ラーミエンというのは実は小麦粉をこう伸ばして叩いて伸ばしてという、そういうところからラーミエン、引っ張った麺というのでラーメンと言います。それから麻婆豆腐、これ中国語ではですね、麻婆豆腐と発音するんです。でこれは朝のおばあさんの豆腐と書いてますけれども、これは顔にアバターのあるおばあさんが作った有名な豆腐料理というところから、麻婆豆腐、日本語では麻婆と言ってますが、中国語では麻婆と発音します。それから皆さん大変お好きな餃子、でこれも中国語で、実はこれは山東方言で、ギャオズという、
言葉がありまして、そのギャオスというのがなまって日本に入ってきた時に餃子となったという話があります。どうも餃子を日本に伝えた人は、山東出身の中国人国産ではなかったかと思われます。それからチャーハン、この皆さんも好きですよね。でチャーハンというのはこれはあの漢字では炒め飯と書いてます。でこれ中国語で発音しますとチャーファンと発音します。このチャーファンが日本語に入ってチャーハン、元中国語です。それからピータン、皆さんピータン、ピータンと言ってると思いますが、アイヌのあの卵ですね。これはあの中国ではピータンと発音するんですが、日本の語の中にはピータンとなっております。でこれらは全て中国語なのです。皆さんはすでに意識しないと、これは中国語だなんて意識しないで使っておられるのではないでしょうか。また挨拶言葉にしましても、皆さんご存知ですね。こんにちはってどういうのって言うとニーハオニーハオと言ってますよね。あれはそのまま中国語でニーハオというんですね。それからありがとうというのも皆さんご存知ですね。シェ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 って皆さん言ってるようなんですが、本当はシェシェというふうに発音します。それからさようならという皆さんもご存知でしょう。再见再见って言ってますが、これも中国語の発音では再见と発音します。でも皆さんこういう言葉をご存知だということは、もう皆さん中国語は少し話せるようになっているということですよ。おそらく皆さんが街角かどこかで中国人に出会った時、とっさにニーハオ口から出るのではないでしょうか。まあ、このように中国語というのは日本人にとって大変身近なお隣の国の言葉なのです。皆さんが中国語を学習する際の最大のメリットは、私たち日本人が中国人同様漢字を使っていることです。中国語は漢字で表されているのです。この点が欧米人の中国語学習者に比べて最大のメリットなのです。皆さん、ぜひ中国語の学習にチャレンジしましょう。さて、皆さん、ここでクイズです。チュエンチャーの意味は次の4つのうちのどれでしょうか。当ててみてください。はい、皆さん分かりましたか。正解は3番のファミリーマートです。またこの言葉は家族という意味も表すことがあります。皆さんいかがでしたでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。再见。